よし。新たな駅に着く旅、心躍る大冒険が始まるの。ないぞ、まだこの列車から離れられないのじゃ。急に落ち込んでしまった。どうだ、跳躍には慣れそうか。めまいや餌付きは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが、ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えるとその可能性は高い。暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行させていた。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的は、ヤリーロ6にある性格を見つけ出し、正規に対する妨げを取り除く。そうだな、わかった。お前は先に美月を探しに行け。準備ができたらお前たちと合流する。どう？炭鉱と話してきた？本当？なんか信じられないな。緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。うちじゃあ出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。We will see.
直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。どうした、俺の顔に何かついてるのか。ううん、今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像してたの。この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお前に心配され、ヤリーロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリーロ6。全部雪だね。人の真似しないで。どこを見ても白一色なんだけど、どっちに向かえばいいの？座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。大気庵競技場に穴を開けたこと、自分の口で言うか、それとも俺が。その話はやめよう。とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題な。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら3人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の六層標がある。それから炭鉱はなんかよくわかんない不思議な過去を持ってる。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。それは保証できないかな。行こう、勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ開拓の精神。ここはまだ侵食を受けていないが、烈海が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界にとてつもない影響を与えたんだろう。燃やし尽くせ。こっからが本番だよ。もっと。ついてないね。星々に一歩近づけたわね。
この曲をあんたに。もっと。この機会を逃すな。逃がさないわ。盛り上がってるじゃん。持ってる？うちの出番。己を解き放つ準備はいい。反抗、陽動、霊落。ついてないね。逃がさないわ。この曲をあんたに。ハイになれ。うちの出番。どうしたの？こは逃がさないわ。もっとついてないね。逃がさないわ。盛り上がってるじゃん。逃がさないわ。まだ分かってないのね。次はそう簡単にはいかないわよ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。ねえ、あそこ。逃がせないわ。この曲はあんたに。星々に一歩近づけたわね。
おい、隠れてないで出てきたら？そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あーでも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然、むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。同士討ちになるところだったじゃないですか。僕は散歩コースキと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された。今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのは分かりますが、ここまでとぼけられるとは。分かりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。親切にしてしまった僕が悪い。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。でも手短にね。シルバーメインに気づかれてしまいますから。
本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が効かない連中で、僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう、僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、そのすべてに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それより、うちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町！まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内は結構ですが。ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。あはは。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで、大したことはしていません。攻めるなら、あの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところ、七つ目のルールは、足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず、追っ手を振り切ることが。これは？おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？こちらの方々がそうです。手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。チャンス、ここは任せた、友よ。ちょっとあんた、ハイになる。うちの出番。即戦即決と行こう。ルールは破るためにある。あれ、戦闘は設計みたいな。乗ってる？ついてないね。盛り上がってるじゃん。たまには真面目に行くうちのとっておきを食らえ。逃がさないわ。この曲をあんたにもっと。私はジェパード・ランドゥ、シルバーメインの受衛官だ。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。うちがいるんだから負けないよ。己を解き放つ準備はいい？犯行も陽動も霊落も全部。
や、まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。指示を聞け、栄光の加護。殴ったね。もっと叫びなさい。逃がさないわ。ああ、ルールは破るためにある。楽にしてやる。孫悟の名のもとに。青髪の主犯は。申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない。仲間を捕らえた以上、主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。必ず行動を起こすだろう。なんだ、あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じたうちがバカだった。私は受衛官で仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する権利がある。だがそれも喧騒者たちの目前で行うこと。今ではない。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。写真？お、頭いいね。ナイスアイディア。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロ6を見せてあげるよ。この白い球体が、ここ、俺たちが住む場所なのか。なんという。遥か昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは大守護者様のみ。この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ孫悟の都ベロブルグへ。なくなってきたね。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦だからだ。最後の砦？はあ、700年前天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、
残るはベロブルグのみ。堅強な剣走者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか。じゃあなんでうちらにこんなことを話すんだろう。君に聞かれたからだ。町の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、裂海から現れたものだな。知っているのか。そうだ、寒波以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣走者の本部だ。クリフォトは孫悟の象徴。剣走者たちはあの方の呼びかけに応じ、ベロブルグを築き上げ、天災と寒波から文明の灯火を守ったのだ。尊崇の念を示すため、我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受ける剣走者たちもこれまでの長きにわたってこの都市を率い、外部からのあらゆる災いと戦っている。この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣走者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り、民を庇護してきた。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。おお、つまりお偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。え、もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？時間の無駄だ。誰も気にしない。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存知のはずだ。早く行くとしよう。しかしこのような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、三名のよそ者を連れてまいりました。使者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード。貴様も下がってよい。ようこそ寒波の向こう、いいえ天外より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。
疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。幻想者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔、カンパが訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で、我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、幻想者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。その言い方、分かりづらいよ。俺たちがここに来たのは、性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は厄災を意味する。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。だから反物質レギオンはいつも性格と同時に現れるの。性格が埋め込まれた世界には裂解が出現するし、寒波だって。性格があんたたちの星に適応して作り出した災いに間違いない。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だが、それとあなた方と一体何の関係があるのかしら。たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ俺たちもこの星を離れることができません。そう、うちらはすごいよ。あなた方にはその性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました、信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星、可能な限りの援助を行い性格の探索に協力しよう。さあ、今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送りあなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。構わないわ。あなた方はベロブルグの貴賓、最高の権限を持っている。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。
もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。なんたってお城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の日を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者は、いや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思うが、あまり近寄らないように。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。うちに出くわすなんてついてないね。
には真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ちゃんと直さないと。もちろん誰でも構わないわ。逃がさないわ。この曲をあんた。ハイになれ。始めるか。ちゃんと直さないと。やっ、盛り上がってるじゃん。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。この曲はあんた。ルールは破るためにある。盛り上がってるじゃん。もっと即戦即決といこう。戦闘は設計みたいなもの。ついてないね。始めるか。やっ、この曲はあんたに乗ってる。盛り上がってるじゃん。まだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私もこの曲をあんたに。犯行、陽動、霊絡。どれ、キラキラなものはないかな。燃やし尽くせ。邪魔しに来たの。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。始めるか。ルールは破るためにある。戦闘は設計みたいなものよ。やっ、一人ぼっちはやだよ。もっと ちゃんと直さないと。
己を解き放つ準備はいい。反抗、陽動、霊落。即戦即決といこう。盛り上がってるじゃん。ルールは破るためにある。この曲をあんたに。ハイになれ。ライブは、始めるか。あいつで練習する？逃がさないわ。気をしっかり持たないと。この曲はあんたに。なってないわ。誰かな。逃がさないわ。こっからが本番だよ。乗ってる？即戦即決といこう。戦闘は設計みたいなものよ。ルールは破るためにある。誘ってないけど。ハイになれ。ちゃんと直さないと。はっ、やっ。それ。誰かな。
始めるか。戦闘は設計みたいなものよ。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。今日は何を観察しようかな。あと少しだ、あと少しだ、ふっ、あと少しだ、あと少しだ。
まだ早いし、どこか行こうか。まだ早いし、どこか行こうか。
サークルに興味はありませんか？僕を濡らさないようにね。
どれ、キラキラなものはないかな。気をつけろ。本当に追ってきた。それどころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。列界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり、武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明があるはずよ。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。俺たちも納得できない。昨晩、守護者様はあなたたちを調査した。そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで、真の狙いはベロブルグにおける剣装者の管理体制を破壊することだと。はあ、影ひなたのあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは絶対に捕まるわけにはいかない。逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。ついてないね。私自ら悪党どもに制裁を。はっ、進軍。私も気をしっかり持たないと。星の祝福をあなたに。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。ルールは破るためにある。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。まだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。退きなさい。
誘ってないけど。即戦即決と行こう。逃がさないわ。あんたのために用意したのよ。やっ、ついてないね。誰かな。すべては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。あの子、なかなかやるね。ねえタンコ、あんたのとっておきでも使ったら。その役はお前に譲る。ちぇ、つまんないの。降伏しなさい侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。じゃあ下層部の民たちは。彼らは剣装者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。そうだと見たはず。我々の約束しなせたければしばしの誤解が永遠の繁栄をもたらす。そなたが決めるのだ。我々はそなたの選択を尊重する。わかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです。普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね、散歩コース機。連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたので、ついうっかり。何を考えているの。上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら。今でも十分目立つのに、そんなに遅延に狙われたいの。そんなこと言わずに。僕は友達を助けたまでです。この人たちにお世話になったので、その恩返しですよ。それに遅延も、僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの。おっと、それは事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。下層部が封鎖されて十数年、
子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら、遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ、今探しに行きますから。僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？ええ、ずっと性格やら願望やら叫んでたわ。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。君はうちの診療所で丸一日も眠っていたのよ。こんにちは。礼儀正しいのね。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行く。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は最初に起きてきたんだけど、もう一人のジャジャウマ娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、いいわよ。でも無理はしないでね。気分が悪くなったらすぐ教えて。困った時には支援に助けを求めてみるといいわ。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増してるけれど。お礼なんていらないわ。治療は医者。ナノやタンコと合流しないと。どこから探せばいいかな。
I'll be waiting till we make it the day to celebrate. I'll be waiting till we make it. Oh, we will see. Come with me, take the journey. Oh, we will see. Come with me, take the journey. ないと。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。足を引っ張ってないでしょ。Thank you.
緒に写真を撮りに行く？一緒に写真を撮りに行く？一緒に写真を撮りに行く？やっと仕事が終わった。これも開拓ゆえの収穫ね。
約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終教えてね。一部始終？どういう意味？全部、始めから終わりまで騙したりしないで話すって意味だよ。うん、私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし、決まり。じゃあ始めよ。あれ？あんた、いつから来てたの？子供たちの真似をしないで。実は、うちが目を覚ましたらお医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて、知りたいならモグラ島に入れとか、だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて。これでわかる？むかつくけど言い返せない。
どうせだからあんたも手伝って。ちょっといつまでこっそり話してるんだよ。モグラ島の時間は貴重だって言うのに。貴重だって言うのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか、ドスクロのフック様。うんうん、いいよ、行けないこともないし。じゃあ鬼をやって。親分、こいつら。うん、ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する。私が隠れるからお前ら二人で探して。子供に舐められた。この覚悟してなさ。ルールは簡単。隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。採掘チームが人を募集してるって。練習。上等。じゃあ始めるよ。50まで数えてから目を開けて。絶対ズルをしちゃダメ。47 48 49 50。もういいかな。お姉ちゃんが悪い子を捕まえに行くよ。モグラ島の練習記録を破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの力を。ね、どこ行くの。こっちこっち。そう遠くまでは行かないはずだから。採掘チームが人を募集してるって。なんか違うと思うんだよね。あそこのあいつずっとうちらを睨んでない。フクちゃんたちと遊んでる最中。うちの勘が教えてる。この人。嘘つけ。こんなに年を取った8歳なんてどこにいる。もういいでしょ、声でバレてるよ。しくしょう、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が。いや、あんたの変装ってほぼマジックだったよ。私を本当に捕まえたいなら質問に答えて。何してるの。捕まえた。ああ、引っかかったと思った。ねえ、どこ行くの。こっちこっち。そう遠くまでは行かないはずだから。やっと仕事が終わった。逃げないで。捕まえたよ、フックちゃん。くそー、モグラ島の親分の私が悪党どもに捕まるなんて。殴るなり懲らしめるなり勝手にしろ。急に一人芝居を始めちゃったよ。フックの親分、僕負けちゃった。くそー、ジュリアンの変装を見破るなんてどこの誰なんだ。ひじ彫刻短大新章の人といえばうちのことだよ。
褒めの言葉どう？モグラ島の親、黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブ？タンコをあんなとこに連れて行くなんて散歩が心配だね。あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな？あんなに目立つ建物もわからないのか？大人って頼りないな。私についてきて、案内するよ。サンキュー、フック。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック様って呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。みんな着いた。私はボクシングに行くから、中には自分で行って。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張りでも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。ふふーん。あそこで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら私のとこまで来て。おい、そこのチケットはいらねえか？姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総龍。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体、スバラオグさんに参加を。他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な総龍が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが、では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な総龍とチームを組みたいのか？やっと起きたのか？うん、起きてすぐにタンコを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが総龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ。彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても一人で解決できる。ほんと口下手なんだから。全ては星々のせ、星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ついてないね。即戦即決といこう。
勝者は冷徹な蒼龍、そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。あ、そう、諦めた。確かにセンス悪すぎ。見て、散歩だ。追うぞ。どうも、あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を早めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。でたらめ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな、我が人生に恥じることなどありません。騙すだなんて聞くに耐えませんね。初めて地下を訪ね、無一文のあなたたちに仕事をしよう。友達になったからには最後まで責任を持って助け出す。その上ここに連れてきたのだとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違いない。いいでしょう。無料で手をお貸しいたしますので言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早いですから。ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し、資源を集めて物資を配るとか。物資といえば僕のビビたるメンツもここから来ています。あれ、ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば地上が物資を下ろしてくれるんです。下層部の住民の大半は鉱夫で、地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなるとこの世界の人間は凍え死ぬでしょう。ここにはいないみたいです。さ、28。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃないよね。そんな、まさか。安心してくださいって、すぐに見つかります。
あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下を。それで？長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連絡を絶っている状態です。お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはずですが、遅延の連中は一体何をしているんでしょうか。僕を避けてる？姿は見ないし、メッセージも返さない。通信にも応答しないの。彼を連れ帰ってきてから今までこんなことはなかったわ。もちろんよ。でもアーランの行き先は監視映像でもわからない。監視システムはレギオンが侵入した時に破壊されてしまって、まだ完全に復旧していないの。その盲点を突かれたのかもしれない。最後に連絡を取ってからもう13時間も経っているのよ。普段は13秒以内に返事をしてくれるのに。どうしても見つけることができなかったから、防衛課の個人業務計画の記録を調べたの。そしたらこれを見つけたのよ。ほら、最後の業務目標を見て。心にチェンズル、鏡とカス、我を変えるって
すごく変だと思わない？やっぱりあなたも変だと思うでしょ？はあ、防衛課に聞いてみたんだけど、誰も緊急事態だとは思ってなかったの。それどころか、アーランの兄貴はもう大の男なんですから、個人的な予定があってもおかしくないでしょう。彼らってば、話が通じないの。だからこのことはあなたに任せるしかないと思って。秘密武器があるのよ。それはペペ。ええ、私の愛犬なんだけど、小さな頃からアーランが世話をしているから、彼ととっても仲良しなのよ。ペペはアーランの匂いをよく知っているから、彼を探し出すことができるかもしれないわ。考えてみて、代理所長である私がこんなにたくさんいるスタッフの前でアーランを探したらどうなると思う？絶対にダメよ。防衛課の責任者である彼が頼りなく思われちゃうじゃない。ペペを連れて出発しましょう。安心して、ペペは噛まないから。
私もお金持ちだったらな。燃やし尽くせ！はっ！Thank you.
コーヒーでもどう？Thank you.
コーヒーでもどう？
これも開拓ゆえの収穫ね。燃やし尽くせ！コーヒーでもどう？囲んでるファンを見ても理解できない。あれこそが宇宙ステーションのこのスタッフはすごい大会優勝者の実力なの。私が実はあの時その光とは皆さんの幸せそうな笑顔ですよ。あなたはお久しぶりで、ほら皆さんと一緒に。半物質レギオンとす、おお、あなたの心の迷いも晴れたようですね。どうです、私の話を聞くと。アーランさん、もちろん存じていますよ。宇宙ステーションにいるすべての人の心を照らすのが私の責務ですから。お答えできなくて。芝居がかった間とか声を張るタイミングとか。皆さんもご存知の通り、私の人生の。でもこの前は。帰ってカボ様大百科を更新しろ。今回の人、しかしお許しください。私は自分に誓ったのです。どうやら私の人となりをしっかりと。以前アーランさんが私のところに頼み事をしに来た時、あなたと似た表。しかし答えは単純なものではありません。ましてや彼にとってあのような心に準ずる修行は、あの修行がどれほど困難か想像もつかないでしょう。彼に協力してあの喋り方をするだけで疲れますし、幸いなことに
カポーティのさっきの言葉、アーランの業務計画にも書いてあった。やっぱり何か知ってるようだ。そんなことは言ってませんよ。さっき言ったのはだから、逃げられるわけにはいかない。どうで、でたらめを言わないでください。確かに品性も道徳も優秀なスタッフは宇宙ステーションから表彰されると聞いたこと。カポ様を見くびらないで。彼はそんな人じゃない。カポ様は食器をくだらないものだと思っているんだ。今カポ、その通りです。私はそんな、あなたにはカポ様のお手を煩わせるわけにはいきません。しっかりしろ。ここに来た目的を思い出すんだ。たくさん説教をされたようですね。今まであなたのこと、もちろん逃げられるわけにはいかない。なんてことを言うのですか。私を解雇する権利があなたにあるかどうかは知りませんが、はっきりと言わせてもらいます。今日アスター所長、いやミスヘルタが直接は解雇されたとしても構いませんよ。たとえ私の命を脅かすような真似をされても、私は知らないと答える。でカポ様、素敵すぎる。カポ様のファンでよかった。アーランさんと約束をした時、カポ様はさっきと全く同じ言葉を言っていたぞ。特に命を脅かすような真似をされても、私は知らないと答えるでしょう。ブーブー、本当に泣ける。今日帰ったらあのテープ起こしを印刷してくれ。テープ起こし、重要な手がかり。さっきテープ起こしのことを言ってたのは、ちょっとあなたってば、さっきからずっと。その可能性はあるな。あなた、どうやら私たち今回更新された。参考に、この日美しく、この少し、この写真ということは、宇宙ステ、これは心に準ずる修行。アーランは普段、アーランとはペペデバイン、
れは炭鉱さんと防衛課のスタッフたち。やっぱり取り逃がした半物質レギュ。いや、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。誰かな。逃がさないわ。ついてないね。ルールは破るためにある。星々に一歩近づけたわね。お前たち、それなら気をつけた方がいい。アーランは不在だ。宇宙ステーションのセキュリティに関して。はい、代理。ああ、だが彼の修行は個人的なものだ。じゃ、兄貴の個人的な修行？さすが男の中の男だ。あのような高みに達していてもさらに上を目指すとは。修行、なんだかただ体を鍛えるよりもすごそうですね。兄貴は毎日肉体の限界に挑戦して一人で宇宙ステーション内を21358メートルも走ってるらしいですよ。まず知ってるぜ。絶対に心を磨くような修行だ。兄貴はきっと滝を見つけて三月さんに頼んで。デタラメを言わないでください。修行は滝行のように単純なものではありません。僕が思うに、当たらずといえども遠からずといったところだな。アーランは上司から与えられるストレスを解消する、だから美月を探すように言った。俺は逆に代理の兄貴。兄貴に弱点なんてほとんどないのに。俺はアーランと任務を交換したんだと。宇宙ステーションを巡回しやすいように。俺は壊された手。ちょっとちょっと。彼は宇宙、それからまず次に最後の彼が俺を探、いや自身、兄貴は常にアーランを探したい。職場のストレス、アーラン、そうね。あ、彼は見て、この巣、もしかしたら見て、そうね、ペペ行き。写真を見せただけなのに、ペペにはナノの居場所がわかるのか。本当に匂いだけを頼りにしているんだろうか。
前に文献でアーランの方も侵食は私の想像よりはるかにひどいわ。シンクルさんからも一部エリアの整理がまだ終わってないと報告が上がっているし。裂解は周囲の空間に。お嬢様、貴様たちどうしてみんなで来たんだ。こいつは初めて見る。見た限り侵食を受けて。気をしっかり持たないと。それついてないね。リュウ即戦即決といこう。逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。あんたのために用意したのよ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。礼儀がなってないわ。ついてないね。お嬢様、大丈夫ですか？アーラン、私…お嬢様、どうして泣いているのですか？ごめんなさい。は？全部私が悪いの。私が普段からストレスを与えてあなたを苦しめてしまっていた。しかもそのストレスを和らげるために専門的な文献まで調べていたなんて。本当に想像もしてなかったの。あなたにそれだけの負担を強いていたなんて。ごめんなさい。お嬢様、俺はお嬢様に対してストレスを感じたことはありません。アーラン、もうごまかさないで。あなたの今回の修行について彼と徹底的に調べたのよ。もしそれでも私の謝罪を受け入れる気がないのなら、一つ一つのことに関して深く反省して私の決意を示すしかないわ。しかしお嬢様。まずあなたの心に準ずる修行。上司の心理を深く理解するために会話のシミュレーションに付き合ってもらうようカポーティにお願いしたのよね。証拠は。まずあ
あなたの心に準ずる証拠は、このファンへの手書きを。これはあなたの日。俺は言い訳をする人。あなたはこの証拠は少しも、この限定写真が、この写真、そしてそれ、俺は慌てて言い訳、この証拠は少し、これが最も重要な証拠。このテープ起こしにはカポーティは私。やっぱりお嬢様、確かに俺は、しかしお嬢様は関係ありません。その考えを打ち砕くた私は、アーラン、お嬢様、もういいから、重要な証拠はこれよ。これは普通の宇宙ステージ。それはお嬢様。いいえアーラン、あなたとカポ、すべての証拠が、あなたはペッ、この通行、俺はそんなこと、お嬢様、お嬢様からの、特にうちも、でも、でもラッキーだったね、アーランと一緒に任務を最後までこなしてたら。炭鉱ってば、いずれにせ、しかしおじ、もうアーラン、まず証拠は、この限定写真が、この写真、そしてそれ、俺は慌てて、この証拠は、この限定写真、この写真、そしてそ、俺は慌てて、この証拠、これが最も重要な、このテープ、カポーティ、やっぱりお嬢様、しかし、そのか、私はアーラン、お嬢様、もういい、それがこの、すみま、普段ちょっといい、それがこの靴、そして無理やりり、重要な証拠は、これは、それはお嬢様、いいえ、あなたと全ての、あなたはペッ、このつ、俺はそん、お嬢様、お嬢様、特にうちも、でも、炭鉱って、いずれにせ、しかし、もう、アーラン、それ私は、この写真、あなたにも、アーラン、お嬢様、ミス・ヘルタは、俺は今日、彼女がも、以前なら、ああ、ああ、申し訳あります、つまりお嬢様、誤解が、あんたもそう思う、そうそう、さっき、とにかく本当に関し、
ここに交際認証装置を取り付ければ外部からの侵入を防げる。確か以前アスターお嬢様が装置をオーダーメイドしていたような。お嬢様に聞いてみるか。レギオンの侵入以来、お嬢様は防衛関連の製品に夢中になっている。すでに一部ブランドの VIP になっているほどだ。突然の状況に対応する際に個人の能力は最も重要な要素だが、適した防衛設備があればもっと安全だろう。人員識別システム以外にも、俺は第三者の電波を監視測定する装置と緊急防衛反応装置に記録を残しておいた。これらの記録が車掌に新しい視点を提供できるといい。あれは奴らが冗談を言っただけだ。本気にするな、真似もするな。改めて礼を言う。列車に誘ってくれて感謝する。ホームで何回か見たことはあるが、こうして中に入るのは初めてだ。俺はお嬢様のように博識ではないから、できるのは防衛の面でのアドバイスくらいだろう。そうなのか。やはり俺は緊張しているのかもしれないな。ずっと宇宙ステーションの防衛作業に没頭していたから、適度に休憩を取った方が効率的だということを。たまには気を抜くのも悪くないな。感謝する。車掌の日常業務を邪魔するでない。Till we make